私初めて横田初段の寄付を見るわけなんですけども横田初段めちゃめちゃ強かったですねまあこの後は80手目まで全く互角の勝負でもっとね一方的な展開になるのかなと思っていたんですけどもまあ80手目まで互角の勝負だったのでまあかなり難しい勝負でしたねで初手から見ていきたいと思います 黒番が一力規制ですねで十五手目ですねここですぐに打ち込んでいったんですよねこれ積極的な手でしたねまあここに付け越すような手があるので黒からね、まあ、そういう手を狙っているということですねなんで白こちらから守りましたね で打ち込みですね。でこちらに当て込んだんですよね。これ割り込みを気にした手ですね。単に伸びる手も考えられる手ではあったかなと思いますね。これ割り込みが、まあ、ちょっとこれを気にしたと思うんですが、一応すぐには大丈夫なんですね。 割り込んできても一応次まして、ま、切りには、こっち切って、こっち打って、まあ、ここの黒石取れますからね。これは、白としては不満ないかなと思いますね。怖い、怖い手ではないですね。なので、すぐには大丈夫なんですが、まあ、一応打ちましたね。まあ、ただ、結局伸びるのであれば、この当て込みは、 打たなくても良かったか良かったかもしれないですね。まあ、すぐにはこの割り込みは大丈夫なんで、まあもしくはまあこの当て込みを打つならもう隅に入っちゃうという手はあったかなと思いますね。まあもうすぐに収まりに行くと、まあこれでまあ黒結局こんなもんなんで伸びて。 これはこれで一局だったかなと思いますね。まあ、どうして隅打った方が良かったかと言いますと、まあ、逆に黒からここに移っても大きかったんですね。なのでここがお互いの継承隅がお互いの継承だったんですね。まあ、これで隅の黒地が増えて白がちょっと根拠がないのでここは黒が少しポイント取って たように思いますねただ実際の形成はまあ、人間の感覚で言うと黒が少しポイントを取ったように見えるんですが、まあ、実際の形成は難しい互角のようですね評価値も互角ですよねだから別に白の打ち方が悪かったというわけではないということですかねただこの飛びですねこの飛びはこの 黒の羽と変わって白が少し損したような気がしますね。まあ、どうしてかっていうとここ非常に難しい話になるんですが先に出て切って様子を見てみるのが面白かったかなと思いますね。まあ、これ黒が上から取りに来ようとすると下がる手がある,あるんですね。これ全部頑張ろうとすると逃げて 取った時に跳ねる手がありまして。だめ詰めた時に一線に次ぎまして、黒がこれだめ詰まってて入れないんですよね。一回バックしないといけないので。こういうふうに打って、真っ黒あとにてなって。隅の黒石取ることができるんですね。なので、これ様子聞くの面白かったかなと思いますね。まあ結局。下から受けるぐらいなんで。 こうなったときに、まあここで黒上辺の黒石弱いので羽ぐらいだと思うんですが、まあ実戦の進行っていうのはこの形でここに打った理屈なんですね。ここはまあ白が手を選べるので先に出切りを打っておけば、先に出切りを打っておけば手堅くこういうふうに、まあこの黒石が強いと見ればこういうふうに手堅く打つ選択することが可能なので、先に出る、 出で,で様子を見るのもあったかなと思います、ねまあ実践の進行は先にこの交換を決めて形を決めてしまったので、まあ、結局この交換を決めてから出切りを打ったんですがこうなってまあ黒が少しポイントを取っまあここまでの形は黒が少しポイントを取ったかなと思うまあ人間の感覚ではそういう風に思いますね。 ただ実際の形勢がやっぱり互角なんで、まあ、これは別に白がそんなに悪い手を打ってるわけではないのでなんというか感覚的な問題ですね感覚的に黒が少しポイントを取ったんじゃないかっていうふうに、まあ、人間はまあ私の感覚では思うんですがまあ実際互角なのでやっぱりそれだけ横田初段が相当強いということかなとも思いますね で、ここまで全く互角の。これ40手目まで全く互角の形成っていうのがもうすでに相当強いですね。もう布石というよりは石が接近しての戦いがあっての互角ですから、やっぱ相当強いですよね。で、ここら辺の打ち方も相当白が難しい打ち方してて、いや、かなり難しく打つなと思いましたね。 なんか石があちこち行って、どこが、どこから打っていいのかっていうのが非常にお互い難しいですよね。だから白がなんか局面を動かしてるというような、そんな感じですよね。で、こういうふうに打ちまして。 まあこうなって、まあ形勢互角ですね。で、ここで黒がこちらに打ったんですね。これびっくりな手でしたね。まあ第一巻はこれ逆り形になってしまうので、第一巻はなんかすごい悪そうな手なんですが、突き抜かれてね。まあ、突き抜かれてというかまあ当てられて、この交換があんまり良くないので、びっくりしましたね。まあここどう打てば良かったかですよね。 難しいところでしたね。ちょっと絶妙の図見ていきましょうか。まあ、これ、部分的な話だけすると、当てられるのが、白から当てられると黒が相当隅辛い形なんですね。なので、当てられるのが嫌であれば、隅から跳ねる。こっちに打ってはあったかなと思いますね。で、白が突き抜いてくるので、この黒石弱くなるので、飛びで守ると。これ自然な打ち方ですよね。 なんかこんな打ち方は絶芸示してましたね。まあこの押さえは、当てと変わって、白これただでさえ当て打ちたい場所だったので、ここは白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。どうしてかっていうと、ここで当てられた時に黒が相当困ってるんですよね。当てに対して継ぐ手が、まあないんですよね。ないというか、ちょっと打ちにくいわけですね。 ついでしまうと、こちらに跳ねられて、白が後継になってしまうんですね。この形、白が非常にいい形なんですね。で、隅の黒が生きてないので、何か隅の黒、打たないと、受けないといけないんですね。で、例えば桂馬に打っても、これ渡ることできないんですよね。付ける手がありまして、連絡はできないんですね。出ても、付ける手があって、連絡できないんですね。 つけられて結構困ってる形で、困ってる形なんですね。なので、隅困ってますよね。これ困っちゃうので、だから継ぐ手がないんですね。結論から言いますと。困っちゃうので。なので、継げないということで、こちらに打ちましたね。で、この形になれば、まあ見た目は相当白が、いい形ですよね。なので、まあここは白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。 で、こうやって。まあ、こうが始まりましたね。局面としては、まあ、形勢は互角のようですね。絶芸の評価値的には。人間の感覚では白がいいと思うんですが、絶芸の評価値は互角ですね。まあ、黒としてもこういう手を打たないといけないのが辛いですよね。ここの黒が弱いので、これ、 突き抜いた形で逆れ形なので、形は白が非常にいい形ですよね。だから、80手目までは、白がかなり、まあ一力規制相手にかなり押してましたんでね。相当強いなと思いましたね。まあ今、白が少し打ちやすいように見えるんですが、隅がこうですね。で、ここの86手目ですね。この手が敗着になってしまったんですね。 この手だけまずい手だったんですね。ちょっとど、どう手がよかったか絶芸も、絶芸のね、進行を見ていきたいと思うんですが、今これ隅が、状況としては隅がこうになってるっていう局面なんですね。跳ねられて白が危なそうに見えるんですが、隅がこうなので、これ白は、まあ全然危なくはないんですね。大丈夫なんですね。どう手がよかったかなんですが、これ右上に、 一回鋼材作りをするのが良かったようですね。これは受けますよね。受けないと右上が白地になってしまいますからね。まあ、一回受けまして、鋼材作りなんですね。で、一回ここに当てるんですね。で、これは取りますよね。で、ここで切る手が、これ絶好の鋼材なんですね。で、取りますね。で、取って。 っていう項なんですね。まあ、これで割り込む手を示してますが、一回これ受ける余裕あるんですよね。白がこの左下の項っていうのは相当白が、まあ、有利な項で、受ける余裕があるんですね。で、こういうような進行を示してますね。まあ、この後、まあ、ここまでしか絶芸示してないんですが、この後まだ項材たくさん白からあるんですよね。下がる手が項材でありますね。 まあこれ受けるぐらい。で、取りますね。で、まあこれ次ぐらいですよね。で、この後切るんですよね、ここに。ここに切る、切って決めに行くんですよね。取ると、下から当てて、これは隅の黒が取られてしまいますね。これは隅の黒危ないですよね。だから、取る手がないんですね。だからここで取ることができませんので、下がるしかないんですね。 で、もう白ここで決めに行くんです,ですね。で、取ったときに、ここでコ材まだあるんですよね。右上にコ材がありますね。右上にコ材があって、取って、ここで黒からのコ材が非常に難しいんですよね。捉えたときだから、まあ、このような進行でいけば、黒が相当困ってたかなと思いますね。 これは白が優勢と言ってもいいかなと。まあ見た目的には黒が相当困ってるように見えます、見えましたね。あとまだ状況としては右上に鋼材が残ってるっていうのが白にとって大きなメリットですよね。あと蕎麦粉があるんですよね。右上の鋼材がなくなっても白からこういう蕎麦粉がありまして こういうところが鋼材で打てますんで、この左下の白っていうのは、まあ相当、まあしのぎはあると言っていいのかなと思いますね。で、黒としても、まあどこかのタイミングで、何か、例えば、 白がこういう風に打ったタイミングで何か解消しても、やっぱりここ右上、黒地だったところが白地になったら非常に大きいので、これは白が打てる展開ではあったかなと思いますね。 まあこう打たれたら結構黒が困ってたかなと思いますね。まあなので、ここまでは白が押してたんですよね。たこれが敗着になってしまいましたね。まあ、この手が、まあ唯一まずい手だったんですよね。この局面で。で、取られてしまって、ここで。まあここのね、ここを鋼材で打ったんですが、まあこれはちょっと効いてないですよね。 解消されてしまってまあこの隅相当危なかった隅の黒石がここの黒石と繋がって生きることができたんですねこうなってはもう黒がはっきり優勢と言っていいかなと思いますね先ほどとも180度景色が違いますよね。で白は連打したんですけどまだ相当弱いんですよね。 で、黒の方は損害がほとんどないんですよね。この黒石もこちらに行って補強して、まあどちらかというと、この損害がないばかりか、この白の方が結構状況的にはまずいですからね。なので、こうなっては黒優勢と言っていいのかなと思いますね。で、白が弱いので、こちらに打つんですが、まあここはこうになるんですが、 解消されてしまったんですよね。もう、ちょっと右上が、もう効かないんですよね。左辺が大きく、価値大きくなりすぎて、効かないんですね。まあ、白は右上取れたんですが、ここで解消されて、まあ、ここの白石も取られてしまって、まあ、ここ解消されたことによって、ここの、ここの白石も弱くなってしまったので、 こここではさらに黒がポイント取ったのかなと思いますねこういう桂馬に対して隅受けることができなくてこっち守んないと真ん中守んないといけないのでまあこれも捨てられてまあこうなってはまあ黒が小生と言っていいかなと思いますね。 で、こうやって。こうやって。まあ、隅もね、ここも、右下の隅も、こうになっちゃったんですね。付けから、まあ、ここに付けたの、うまい手でしたね。こうになっちゃったんですね。まあ、こうなってくると、鋼材が、 あるのが黒大きいですよねで隅の子分かったんですがこれもともと花見子みたいなとこでしたからねでこちらに打たれたところで白が投了して黒の調子勝ちとなりましたまあ最後はまあこれ絶芸の進行なんですけどこんな進行になった時に まあ、出てきたんでで受けますよねで右辺を囲って、まあ、これで大きな黒字になりますんでちょっとこれはもう字がねはっきり足りないということで、まあ、ここから逆転はちょっと難しいので投了も仕方ないという判断だったかなと思いますね。まあ、これただ負けてしまったんですが80手目までは一力規制相手に合格だったので、まあ、相当ね横田初段強い。 方だったかなと思いますねというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました